今日のマジックショーの会場はあちらに見える建物です。川も流れててさ、紅葉も綺麗で最高なロケーション。トランプと紅葉、 BGM は川の音。ラブマジック、あーい。お水いただきました、ありがとうございます。さっきホテルのスタッフさんに荷物運んでもらったんですけど、マジシャンって書いてあります。ありがとうございます。マジックショーは6時からなので、それまでに準備します。でマジックショー本番45分前ぐらいですね。もうね、会場にマジックショーのセット準備して、簡単な、まあ、打ち合わせのねリハーサルというよりスタッフの方と打ち合わせをして、あとは衣装に着替えて本番です。はい、衣装に着替えたのでこれからマジックショーに行ってきます。今日はね50分ショーなので結構モリモリな内容になっています。なんか単独でマジックショーっていうのも久しぶりなので結構緊張してるんですが、頑張ってきます。本番前はいつも飴舐めてます。龍角散のど飴大好き。ラブマジック、バイバーイ。それでは本番行ってきます。ラブマジック、飴。無事にマジック50分ショー終わりました。お客さんたちのノリと一体感がすごかったので、ステージ長めにやらせていただきました。めちゃくちゃ楽しかった。衣装ね、初めてこれ着たんですよ。本当はこの今回お世話になった企業さんって海外からお客様結構呼んで開催するらしいんですけど、今年はね日本の方のみだったらしくって、そうそう、いつもよりは何だろうな、全体の雰囲気が違ったのかななんて思ったんですけども、まあね、ありがたいことに本当マジシャンをね呼んでくださってね、もうマジックショーをすることができました。うん、すごい楽しかった。ここ最近で私一番生き生きしてたかななんて思います。本当に楽しかったですね。お客さんのおかげです、ありがとうございます。はい、というわけで今日はマジシャンの一日という動画でした。皆さん今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。